カシオペア座は北天に見られる星座、トレビーの48星座の一つ。5個の2、3等星がローマ字の W の形に並ぶ。周りには他に明るい星がないので比較的探しやすい。ポラリスを探すために用いられる。北極に近い地方では現在この星座は一晩中見える終極星となる。カシオペア座の構成の一覧も参照アルファ星、ベータ星、 ガンマ性の三つの二等星がある。アルファー星ベータ星ガンマ星デルタ星イプシロン星の五つの構成が独特の W 字を形作る。以下の構成には国際天文学連合によって正式な固有名が定められている。その他の特徴的な構成には以下のものがある。カシオペア座には超新星残骸が二つある。その他に以下の星団、星雲 銀河が知られている。古代アラビアでは、ヘナで染めたてと呼ばれていた。ヘナで爪を染めた女性の5本の指に見えることを由来と、する故障である。カッシオペアは、エティオピア王ケーペウスの妻で王妃であり、アンドロメダー姫の母親である。自慢好きの王妃で、カッシオペアが、自分の美貌は、ネーレイスに勝るとうぬぼれたことに腹を立てた。ネーレイスたちがポセイドオンに訴えたところ、 ポセイドオーンはエティオピアに海の怪物、ケイトスを使わし、災害を引き起こした。ケイペウスが新宅を建てたところ、災害を止めるにはアンドロメダーを、ケイトスに、生贄として捧げなければならないとのことだった。新宅に従ってアンドロメダーは生贄に出されたが、勇者ペルセウスによって助けられた。カシオペア座は、北半球の大部分の地域では水平線下に没することがない。これは、 ポセイドンが彼女が海の下に降りて休息することを許さず、ために彼女は常に天空を巡り続けているからであるというカシオペア座の方言も参照その特徴的な W の形から怒り星、山形星などの故障が伝わっている。日本では1944年1月に学術研究会議から刊行された小冊子でカシオペア座を正式とし、 カシオペア座も並行して使って良いとされた。その後、1957年から1960年にかけての日本学術会議で議論の結果、カシオペア座のみが正式な故障とされ、1989年に刊行された学術用語集天文学編でもこの結論が引き継がれている。しかし、カシオペア座と表記されるケースも見られる。詳細は、 星座を扱った事物を参照。ありがとうございます。